飲み物持ってくれよかった。飲み物を。ここにさ、売店作れば売れるよ。飲み物の売店を。飲み物だけでいいんだもんね。この上にさ、あれ？ない。あ、あるわね。この島のさ、頂上にさ、展望台みたいなとこがあるんだよ。展望台と。展望台みたいなところって展望台だよね。どんぐらいあるんだろうね。1キロぐらい？この長さ。遠いね、そこに見えるけどさ、金手はさ、シューズで来るんだけど、靴で来るんだけどさ、今日は初めてサンダルできたけど、やっぱり靴の方がいいね。靴の方がいいよ。海には入れないけどさ、シューズでは。まあ、入ろうと思ったらさ、入れるんだけどね。いや、おお、着いた。足パンパンだよ。足パンパンだよ。上がれるんかな。前来た時はね、水害でさ、遊歩道が崩れて登れなかったんだよね。登れるようになったのかな。歩きにくい。水の中はよく歩きにくい。砂がさ、こうなんていうの、ズボって入るからさ。こっちの方が浅瀬だよ。これなんでこんなになるんだろうね。ゴールが近い。海水浴ができるね、こんな遠浅だったらさ。証明書、渡った証明書とかあるわけ。こんにちは。縁結びの島、チリンガ島。ちょっと休ませてもらおうかな。証明書、証明書。え、これいつからあるんですか。もうちょっと私が来た時はもうだいぶ前からあったような気がするんですけどね。私は今年の4月からしか来てないんで。あ、そうなの。はい、その前からも。いや、何回か来たけど持ってませんでした。うん、この旗出してませんでした。うん、あ、そうですか。私が来た時はね、おじちゃんがいつも一人で、うん、何時までに帰ってくださいとかで、はいはいはい、座ってここに座って、うん、言ってた。うん、全然。船虫の中をさ通って岩場がね、この遊歩道にたどり着くまでが大変だよ。もうじっちゃんの足ではね、大変だ。やっとたどり着いたね。いや、いやいや、汗が滴り落ちるね。もうじっちゃんのしゃカタカタだ。こんにちは。よいしょ、よいしょ。さっきのさ、おじちゃんが上まで行ったらさ幸せになれるよって言うから、ついじっちゃんその言葉にさ惑わされてきちゃったけど、よいしょよいしょよいしょ。どこしょ。お、スズムシが鳴いてる。スズムシが鳴いてる。よいしょ、どこしょ。遠いね、遠いね、遠いね。もうちっちゃいの足はガタガタになってきよる。いや、いや、早く温泉探して、温泉探してて、周りになんぼでもイブ好きだからさ、温泉はあるんだけど、
温泉に行こう。よいしょ。どこの温泉に行くかな。よいしょ。いや、マジで、マジ、マジで、マジで遠いよ。じっちゃん、何回もさ、来たことあるんだけど、チリンガ島はさ、渡ったことあるんだけど、上まで行ったことないんだよね。よいしょ。足首がもう無理だ無理だ。年寄りにはここは無理だ。今ね、チリンガ島のさ、展望台まで上がってきたんだけど、もうこの展望台に登るさ、階段がさ、のとこまでがこの岩場だよ。もうここだけでね、じっちゃんあれだよ、ここだけでじっちゃんもなんか体力奪われてさ、歩けなくなるよ。もう階段やっと上がったよ。じっちゃんだけかなと思ったら、若い人もさ、もうここで体力取られて階段登るのがヘトヘトになるとか言ってたね。ほら、相変わらず船虫がさ、ジブリのごとく。岩崎、あれ、なんだなんだ、岩崎駿のさ、世界のごとくいるよ。疲れた疲れたでしょ。向こう岸まで歩けるかな。向こう岸まで歩けるんかい。船虫天国だね、ここはね。船虫天国だよ。船虫の天国。すごい。真っ黒黒助のごとくいるね。すごいね。すごいすごい。すごいすごい。逃げるよ。じっちゃんが歩くと逃げる。よいしょ。疲れた疲れた疲れた。休みたい休みたい休みたいとか、うん、休みたいとか、なんとかしたいって思った時は、そん時は徹夜死ねっていう歌があったね。いや、ここのさ、遊歩道をなんとかしてもらいたいよね。ここでも体力奪われるよ。海の道が消えていくね。消えていくよ。まあ、しかし、じっちゃん疲れたよ。もうね、熱中症になって死ぬかと思った。何時間、1時間2時だから11時半に出たからさ、2時間半歩きっぱなしだったね。疲れたね、さすがに疲れたね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。